はい、どうもこんにちは、ピアスのゆうです。今回ですね、泣き虫使っていこうと思います。でね、泣き虫といえばやっぱり皆さん感謝とか鬼没使ってると思うんですけど、実はね、純一さんがねマジで強いことに気づいて、それでね最近ちょっと試してます。いやマジでね、純一さんワンチャンあるわ。犬だけにワンチャンあるわ、マジで。で、今回は心眼技師カーボーイ占い師か。いやあ、爆速ですね。さてさて、墓場か、まあまあいいでしょう。犬のね、何が強いかって言ったら、まあ、犬で、まあ、お察しの通りなんだけど、犬で噛んでそこから魂確定で当ててからの即死コンボみたいなのが、まあ、決まればまあ強いんだよね。いやー、ここを決めたいな。とりあえずこの辺生やしとくか。で、これ、ああ、戻られたくさいな。これは誰？これは誰ね。お散歩されてるわ。で、泣き虫なんでこんなサバイバー見失いやすいのかなと思ったら、あれだわ、やっぱり。泣き虫本人が小さいから、なんて言うんだろう、視線が低いっていう理由以上に、視野が狭くてすごいサバイバーを見失いやすいなって個人的に思うな。よしよし、これでここですよ。ここで魂当てて、で殴る。 OK、 これですよ。これ強くね、みんな。これわかるかな、これ。これ見ただけでね、あ、これいけるぞって思って、これでね、最近は泣き虫練習しております。いやー、これ相当ね、決まるとね、いいんですよ。しかもね、まあまあ決めやすい。これが結構簡単にこういうのができちゃうから、まあめちゃめちゃ対策されたら分かんないけど結構ね、泣き虫巡視者ありだと思います、個人的に。で、人格は傲慢必須で、まあ、狭いステージだったら上の方に振って、で、広いステージ、苔村とか遊園地だったら、あれ救助来ないか、苔村とか遊園地だったらノーワンに振る。で、まあ教会だったら、あの、今は破壊欲とか凶暴に振ってます。いやー、これ袋ついちゃったけどな、これ殴っても意味ないからな。どうしよう、これ待つか、待って切れたところを殴るか。魂無理かな、無理か。あれ、動かないの、マジか。いや、これ、あーだよな、やらかしたわ。やっぱね、どうしてもね、なんかね、あのリッパーみたいに魂めちゃくちゃ狙っちゃう癖があるから、それあんまやめないとな。あれ、何これ、こっちこう行った、いてねえな、そこか。マジで全然人影見えない。いたわ、この辺。当たるかな、当たらんかったわ。あ、いる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 、あ、マジか。あ、引っかかってる。いやーねー、結構ね、魂をね狙いすぎちゃう癖が結構個人的にいねえし、どこ行った、個人的にあるから、そんな癖直さないとなー。 OK、 当たった。で、これ溜まったから、そこ乗り越えたとこで引き寄せて、ここで当たるんじゃないかな。うい、当たっていく。で、これ半分超えてたよね、もう。いやー、どうすかな、残り3つ。まあ悪くはないけど、勝てそうな感じではあるな。よし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 、まあただ今回爆速だからな、これ潰してもな、騎士がロボをポチポチポチしてるからな、墓場やってるな、墓場守りに行くか。よし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 。で、これで犬のね、まだ強みっていうのが、救助狩りもまあまあしやすくて、救助に来た人に対して当てやすいんで、これは来ると思った。救助に来た人に対して犬で噛ませて、半分超え狙いつつ、またさっきみたいな感じで魂プラス本体攻撃っていうね、コンボを決められたらまあ強いんだよね。あそこ当たらんか。さすがに当たってくれないわ。どこ行ったか、カーボーイ。あ、いるわ。あ、ミスってるわ。今何もしてなかったのに。じゃあカーボーイにワンちゃんかませといて、それでいろいろしようかな。オッケー。あれ、占い師救助来てない、これ。うわ、これやられたわ。しかもこれ、ここ無理なの、これ無理なの、マジか。あ、なるほどね。あ、そういうことか。視界範囲内にいないと、いくら根っこの範囲にいない、いたとはいえダメなのか。なるほどね。やべ、頑張ってる。じゃあここ生やして、これでいいんでしょ、これで。 OKOKOK。 で、これで占い師も殴っといて、で、そこら辺にカーボーイもいるから、いやー、そこがローやりかけだな。まあでもまだ通電は無理でしょ、あの揺れの感じだと。でも結構暇そうな感じだもんな、ロー。そこぐらい1個ちゃっちゃと終わらせられそう。これスーッといって、こう、いやー、下ろそうか。で、これ魂一撃与えて、このまま一撃やれそうだな。 OK、 ナイスナイス、いいぞ。で、どうしよっかなー。これ、今から釣っても、カーボーイの騎士回生、騎士回生間に合っちゃうんだよな。どうしようかな。ここカーボーイ釣らなきゃ結局、騎士回生使われちゃうし、でも、釣ったら釣ってね、占いしてくれしなってことで、どうしようかな。カーボーイ持ってお散歩しながら騎士回生吐かせないようにして、そっから、あれしようか。あの、占いし狩る感じにしようか。で、みんなにしたね。オッケーオッケー。来てる来てる。どうしようか。どうだろう。いないな。とりあえずこの辺で降りとくか。もう多分吐けないから。あ、あるわ。耳の、そこいたの。あれね、18メートル以内で足音なくなるやつか。やばい、これ仲直りできてんの、いけるのこれ。うーわ、マジか。
られたわこれ、うん、今回ノーワンないからな。まあ、とはいえ全員負傷状態だから、まあ、の実質ノーワンみたいなとこあるけど追いつけねえなこれ。しかもあれか、木一本か。さすがに通電すると思ってなかったからな、木開始してなかったわ。まあ一本でどこまでやっていくかって感じなんだけど、マジで見失いやすい。ああ、お、乗り越え、乗り越え、乗り越えないか。オッケー、ナイス。で、騎士は飛ばしだから、いやーでもこれさすがに間に合わねえな。いや、多分引き分けだけど、いやでも、犬の強さ分かったでしょみんな。多分、俺の言いたいことは伝わったはず。なので、まあ珍しくね、引き分けだけど、これは動画化にしようかな。結構ね、こんな感じで割とできるんだよな。本当はじっくりね、もっといいやつ撮れたらいいなとは思うんだけど、この後、あと数時間後には上海に行かなきゃいけないので今日はすみません、引き分けでございます。じゃあ2戦目をね、もう一回やっていこうと思います。どうぞ。さあ2戦目やっていきましょう、精神病院。いやー、もうじきに上海ですよ、世界大会ですよ皆さん。なんかね、あれだよね、このアップデでなんかどのチームを応援しますかみたいなのもあるからね。いやーこれ悩ましいね。これ1個しか多分投票できないでしょ。俺まだやってないんだけどさ、日本から2チーム行ってるのに1チームしか応援させてくんないって結構ずるくない？結構俺困っててさ、どっち応援しようかなってめちゃめちゃ悩んでます。これな、あえて全然違う台湾地区とかやったら怒られそうよね。で、あーこれ泥棒だるいな。これあの場所に留まってくれたらよかったんだけど、いややばい、これ結構地味にやばいなこれ。追いつけねえ追いつけねえよー。でもこんなとこでワンちゃん使いたくねえしな。いやうまいなライト。さあどうする、どうしよう。ここら辺取り付き生やしといて、多分これは当たりそうだな。うろうろしてるし、オッケー当たった、ナイス。お、移動しないのか。ええそこ倒すの。マジかよ、意外すぎて逆に当たらんかったわ。あで今回も人格はね、傲慢と平玉で振ってます。うーん当たれ、いやーこれはだって。か妻子いるのか、もう追えねえよこんなん、やめた。でもここにいるって妻子だよね。だと思ったわ、だと思ったわ。これ魂当たらなかったから、これどうせワープでしょ。はいはい、知ってる知ってる。まだワンちゃんがあるから、まあ、全然いけるわ。犬の力舐めてもらったら困るな。いやーどうしようかな、どうせ2回2人で、いや3人のか、3人そこで多分回復しようっていう算段だから、そこをね犬で強襲できたらいいな。奇襲か。やばい。そこに泥棒がいる。オッケー。じゃここでね、犬に行ってもらおうか。まさか犬が来るとは思ってないでしょ。あ、いる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 。おらおらおら。よし、いいね。言うこと聞いてくれた。結構犬ってやっぱ位置ずれが激しくてさ、殴り、なんか噛みつきにくいよね。オッケー。ナイス。よし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 。で、これどうしようかな。外、あ、地下ある。うん、地下にしよう。やっぱ地下にはあれ生やせないけど、まあ、とはいえね、やっぱり地下は地下でね、もともと強すぎるから、しかも妻子負傷してるし、全然いいでしょ。OK。で、誰が救助に来るかだな。まあ、多分担当者が来るかな。さあ、どうしようかな。か、医師が治療してそのまま妻子が来るか。それが一番濃厚かな。まあ、とりあえずここら辺に生やしといて、ここで魂にワンチャンチャレンジして、ミスったらここで段差攻撃で、まあ、救助されたら、されたらされたらで、まあ、救助させて、上からね、落下攻撃で狙ってダブルダウン狙いたいな。来ねえな、これ半分超えちゃうぞ。じゃ、あれ、枝回収しといてと。どうしようかな。粉さ、げ粉さ、あ、いたわ。いた。これで決めたいな。あれ、来ねえか。じゃあ、普通に殴っちゃおう。で、殴っといて救助させといて。いや、待って、あれだわ。ワープの落としたわ。ってこと、妻子も言ってんな。いや、マジかよ、それうまいわ。それ、いや、それもうめえわ。くそー、やられた、これ。で、またワープ作っていく。いやー、やらかした。マジかー、一緒に来るとは思わなかったな。耳鳴りのタイミング的に一人かと思った。で、あー、くそ、邪魔。どいて、どいて。まあ、いっか、これ。多分、まだ上にいると思うから、その人やれたらいいな。あー、治療してる、治療してる。爆音で治療してるわ。ちょっと犬で邪魔しに行こう。いや、はいえ。はいえ、治療。どこだ、どこだ、どこだ。あ、いたわ。あ、泥棒いたわ。泥棒噛んどいて。よし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 。逃がさんぞ。鬼没よりこれ厄介なんじゃないかな、サバイバーからしたら。これどうすかな。もう一回噛め、もう一回噛め。よし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 。でも、とはいえ、この治療終わってもんな。早すぎだろ。まあ、普通の医師とかいなかったね。普通のなんか、呪術師とかその辺のサバイバーだったら、今のはない。あ、何やってた。なんかいたわ。ラッキー。
あー違う違う、こっちじゃないこっちじゃない、もういいわ、これ泥棒を放置して二人近づりしよう。オッケーオッケー、まあ仕方ない、あの人飛びかくだけど、まああそこからなんかライトでうねうねされるよりはこっち二つ釣って担当者来させる方がいいな。うん、存在感も2溜まってるし救助狩りもしやすそう。オッケーで、うん、石間に合うかな自己回復は間に合いそう。あ、いけたか、いけたわ。一応炎を打ってみたけど大丈夫だったわで、これ救助どう来るかって感じだけど、でもさすがに1台終わらせて9割の状態で救助って感じな気がするな。はい、だから早めに圧力かけたい感じはあるな。なんか担当者が終わらせて救助に来るっていうのは多分サバイバー目線の勝ちルートだと思うから、それを潰せたらラッキーで、向こう揺れてるな。で、向こうも揺れてるな。で、うーん、どうしようかな、あっちあっち、うーん、あっちだよな、うん、OK、 あそこあそこで、あっち側のT 字の方がなんだろう、揺れが大きいからあっちが多分担当者だと思うんだよな。あ、終わっていく、なるほど、それはまずいな。まあ、一応こっちに圧かけといて、どうすっかので、向こうでしょやりかけ、向こう行くか。そうだね、泥棒に圧かけたらいいじゃんこれ。あ、出てる出てるいたわ、これワンちゃんでいけるんじゃないか。さあ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 、いた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 、カメカメ噛んでくれ、頼むカメ、よし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 。いや、この犬の操作性もうちょっとなんとかならんのかなで、これね、この距離でもね、このね、ロビー君のこの板をね、出すことによって素早くね、移動できるんですよ。で、これで、あれ諦めてね、これ。まあ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 、いいでしょ、結果的にね、捕まりだと思うし。で、これで泥棒も飛びで、あとは担当者か。やぶねー、これは通電で負けかなと思ったけど、いいね。これ、ランク戦でな、ノーワン抜くのがめちゃくちゃ迷うんだよな。当たったわ。そうなんだよな、やっぱ上手いサバイバー相手でノーワンが抜くのは厳しいけど、でもこのキャラね、傲慢ってピエロ並み必須だと思うんだよな。うん、存在感2どうしても貯めたいから、これ間に合う、間に合ったわ、そっち飛ぶの。まあでもこのキャラね、やった感想あるけど、存在感2貯めないとめちゃくちゃ弱いとは言わないけど強くはないから、傲慢は必須かなと思います。まあこんな感じで純子ちゃんめちゃくちゃ強いので、もっと伝え込んでまた動画にしようかなと思います。皆さんもよかったら真似してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。